皆さんこんにちは、ゆいです。今日も見てくださってありがとうございます。昨日ですね、スターシードの反省といって、まあちょっとスピリチュアル的な動画を上げたんですけどね、いろんな方からなんかちょこちょこメッセージとかもらってなんか嬉しかったです。で、昨日あれを上げておいてなんなんですけど、今日はスピリチュアルをやめようっていう話をしていきたいと思います。昨日のね、あの動画見て初めて私のことをもし見た人がいたら、今日これを上げたらなんだこいつって思われちゃう。実はなんか裏切るようで申し訳ないんですけど、今日はちょっと何ですかね、そのなんでそういうことを言うかっていう話をしていきたいと思います。はい、もう散々なんですかね、私そのスピリチュアリストって、世の中的にスピリチュアリストかって言ったら、多分そのど真ん中の人たちから見たら全然違くって、でかといってなんですかね、現実主義者みたいな人たちから言うと、まあちょっとマヤ歴ってなんだ何みたいなのとか、なんかちょっとオカルトチックというか、なんていうか不思議な存在、不思議な人に思われたりとかするのかなって思うんですけど、まあ本当に言ったらなんですけども、中間みたいな位置にいると思うんですね、うん、世の中で言うスピリチュアルと、私が思ってるスピリチュアルとか、あとはその本来あるべきスピリチュアルってちょっと違うと思っていて、物理学的に言ってもこの世の中のものって 94%96% は見えないもので構成されてるんですよね。例えば空気で言うと、その中に二酸化炭素とかももう見えないし、酸素も見えないじゃないですか。だからその物質であるものって実際本当に10% 以下みたいなことなんですけど、ってなった時にですよ、見えるものしか見てなくて、こうなるためには勉強しろとか、お金を稼ぐためにこういう努力をしろとか、その結果とか、そのものを手に入れるとか、そういうことばっかり意識してると、やっぱり感情って見えないし、精神って見えないし、そこに魂とか生き方とか、その自分っていうものがあったりとかするのに、その肩書きとかですね、こういう人、なんかこういうことをやってきたとか、そのなんか残っていくものとか、そういうことばっかりで意識向けてると、本来生きるところ生きられなくなるから、例えば人体って本当にこう宇宙の波動とか、宇宙のその周波数というか数字とピタッて合わさって生きてるんだよって、例えば1分間の呼吸数が18回で、18の倍したら36で、まあ36度でね、体温ですよね、36度以下だとがん細胞発生する、で 36×2 で72で脈拍で、脈拍 72×2 で、倍にすると144で、なんですかね、最高血圧、で144の倍にすると288日で人が生まれるっていう風に、私たちって知らないところでこう数字 の, サイクルというかリズムっていうものにちゃんと乗っ取って生きてて、だから地球だってその、じゃあ1年間に365ある程度のリズムを持って生きてる。でそれで地球も宇宙の天体の一部だから、宇宙を全く無視して生きられない。だからその見えないこと、見えないリズムとか、その見えないそのエネルギーっていうものをに意識向けると、実は自分がこうがんじがらめで思ってるものとかをとかじゃない自然の成り立ちだったり、自分の体だったり、ちゃんと宇宙とつながって流れてるよねみたいな、そういった意識は大事だと思うんですね、私昨日もちょっとその自分がスターシードとしての反省みたいな話をしてるんですけど、でかといってそのなんていうんですかね、ずっと私空から来た星に帰りたいとか思ってたわけじゃなくって、ちゃんと生きてきたんですよ、ちゃんと人間界をその中で苦しんできた、でもだからといって、なんかそれをそのピスピの人なんて言ったら分かんないけどから見ると、そのもう
癒されましょうとか、なんだか過去のカルマとか、なんかそういうのを習い流しましょうとか、もっと癒された方がいいですとか言われたりももしかしたらするかもしれないけど、なんですかね、ちゃんと生きてるんですよ言い方おかしい、なんて言ったら今、なんかすごく自分の精神っていうものと、ちゃんと目の前の今っていうのを生きてるんですね、だから何ですかね、こう自分の精神をなんか宇宙に向けて飛ばしてこの世から逃げたりとか別にしたことないんですよ、だからすごくバランスって大事 でこの目に見えてるこの世界から何て言うんですかね、宇宙へつながってる、その命のつながりだったり、その本当にそれぞれの命の違いだったりとか、そういったものを愛して見てるんですけど、なんかこうそこに目を向けるっていうよりも、なんか豊かになることとかポジティブになることとか、自分自身の人生がこう良くなって好転して常にこうハッピーでいる続けないと、ちゃんとしたこうスピリチュアリストじゃないというか、なんか結構そういう風潮があって、あるみたいで、なんか怒りを抑えない、抑えるというか怒りを感じなくなる、なんかそういう非人間的な、ところに目覚めていくことがスピリチュアルみたいな感じでこう思ってる人とか、まあ、もしかしたらそれが基本な考え方なのかもしれない。それって私最初ら辺の動画でも言ってるんですけど、超スピスピしてる人たちっておしゃれじゃないって言ってるんですよ。でこれは何かって言ったら現実的じゃないってことなんですね。マヤ暦のその260日間の最後って黄色い星っていう13日間がやってくるんですよ。これは黄色い星って美しく仕上げるって言って、美の神様なんですね。美と調和の神様なんですよ、だから調和が大事なんですよね。でこの世で私たちは人間として綺麗にこの世界で調和して咲くことが美しいんですよ。だから見て美しいな、例えばセンスいいな、おしゃれだなとか、まあいろんな表現あるかもしれないんですけど、パッて見て美しいなって思える状態になってたらスピリチュアルに生きれてるって私は思うんですね。でただただ外側だけなんかこうおしゃれにしてたりとか綺麗にしてても、この内側となんかつながってなければ、なんていうか、ただおしゃれだね、センスいいねで終わっていくんだけど、その外から見て美しいって、この人の生き方美しいとかいいなって思うものっていうのは必ずそこが一致してる。これはテイストスケール法っていう、こうファッションのね、ファッションに落とし込んだ理論があって、私たちって似合うのってカラーだけじゃなくて、そこに柄、シルエット、素材、こういったものがと色、色が一番なんですけど、組み合わさって自分に似合うものになっていて、そこに素材の強さとか弱さとか、あと色だったらただ単に赤が似合うとか、その何ですかね、春夏秋冬に分けたその4つだけじゃなくって、明度とかサイドとかにもよっても似合う色が変わってくるんですよね。私たちってこと細かく似合う、本当に自分のなんかフィットするものとか生き方とかそれぞれにあって、なんか誰かと一緒ってないんですよ。ただこういったその知識とか理論とか、マヤ暦とかもそうだけど、例えば260個の金ナンバーありますって言われると、みんななぜかそこに自分を当てはめて考えようとしたりとか、スピリチュアルに開けてる人ってこういう風でないといけないとか、結局常識の中、スピリチュアルならスピリチュアルな常識の中で生きないといけないし、マヤ暦ならマヤ暦の常識の中で生きないといけないってなからしか知らない人っていうのは、人を必ず4つにしか当てはめて、そこになんか時々なんですかね、骨格診断とか入ったりもするけど、その4とか3とかだけじゃなくて、もう完璧その人だけの診断っていうのが必ずあるんですよ。そういったこう現実的な知識と、あと見えない知識とかいろいろ学んで分かることって、もう何て言うかね、自分を生きるしかないで、自分には何ですか、どこかに当てはまるか、
肩書きとかないんですよ。だから私たちって自分に意識を向けることと、その自分自身が起こす現象の中にしか自分が見つからないし、自分はいないんですけど、うん、ちょっとスピリチュアルなんだろうなって思ってネットでも検索すると、なんていうんですか、もう定型文みたいな、これが分かってないとあなたスピリチュアルやれてませんよみたいな感じとかすごく多くって、でもそういう人たちの話聞いてるとどっか抜けてるとか、なんかどっか違うなっていうずっとあったんですけど、最近やっぱり同じようにこうスピリチュアル大事だよねっていう人の中でも、ちゃんとその現実を生きるというか、三次元というか、この体を持って私たちがこう織りなしていく、その負の感情とか自分の闇とか、そういったものをちゃんと受け止めて、でちゃんとそれをこうなしにしないで生きていくことが大事だよねって言ってる人もすごく多くなってきてて、あの言いたいのは多分そこなんですね。私もファッションなり、そうですね、心理学とか、マヤ歴もそうだし、こう他にもいろいろ歌もそうだし、いろいろ学んできたことって切り口バラバラにしてても結局はその人をその人に向かわせることの手段でしかないんですよ。そう、うん、でそうすると、なんだろう、世の中でこういうものが流行ってる、世の中ではこういうことが言われてる、じゃあ私はそれのうちのどれなんだろうとか当てはめていかなくていい、いろいろ なんかカテゴライズされたものの中の自分っていうカテゴリーで生きていくみたいな、でそことその自分のこの人生とか自分の命っていうものが持ってるなんか素晴らしい気づきをね、無視してね、あの人みたいにならなきゃとか、あのスピリチュアルに目覚めるためにはこういう意識に目覚めないとみたいな、こう修行的な意識をなんか植え付けられたりとか、ハッピーで生きていかなきゃとかね、そういったことじゃなくて、うん、幸せはいつも幸せなんですよ。でも幸せの中にね、苦しさはある。ただなんか幸せって聞いたら常にハッピーで、なんかこう悲しいことなんかないみたいな状態じゃないですよね。現実的っていうのはただ単に、なんだろう、自分の日常を整理して見ていくとかじゃなくて、もっと奥にあるんですよ。現実を見ててもこの毎日流れてる空気とか、自分の目の前にいる人がそのつくため息とか、その目線の先とか、その奥にある、なんだろう、緑が美しかったりとか、全然自分が見てる世界と違うところで時間って流れてると思うんですね。自分の人生をただ退屈だって思って、違うところに知識だったり外にいろんなことを求めに行くんじゃなくて、今その見えてるその意識をもっと深いところで自分の感性を鋭くしていくと感じるものが変わる。だから感性を磨くのすごい大事だと思うんですよ。なので、あのスピリチュアルをやめようっていうのは、もう私たちってそのスピリチュアルは持ってるしあるから、スピリチュアルになりたいというか、こうスピリチュアルのこう意識とかを強めたいって思ってる人はもっと現実見た方がいいし、このもう本当に、なんだろう、自分の人生ってなんでこうなんだろうとか、その毎日起こってる出来事に対してで、もうこうやってがんじがらめになっちゃって、もう自分の視野が狭い人はスピリチュアル勉強した方がいいと思うけど、なんか何もそうなんですけど、勉強したり学んだりじゃそこで終わりじゃなくて、ちゃんと自分の中で最終的にバランスと取るところまでいかないと、結局バランス悪いからね。こっちの世界できつかったからこっちに逃げればいいや、こっちの光で辛かったから闇に救われたらいいやって、そんなことじゃないっていうことが言いたくって、今日はスピリチュアルをやめようっていうのにしましたけど、超現実主義もやめよう、まあ、なんか全部現実なんですよね。全部現実だし全部スピリチュアルだし、
うん、だから自分の苦しみとか痛みとか自分の怒りとかそういったものをなしにするんじゃなくて、そこに何を見るのか、そこから通して何が見えて何が見えてなかったのかを見るっていうことは、私が言いたいスピリチュアルな生き方になります。はい、なんかちょっと熱弁しちゃいましたけどなんかさ、夫とも話してて、こんななんか真面目に YouTube で話してたって誰も面白くないんじゃないとか言ってまあ YouTube ってなんかある意味癒しだったりとか、なんですかね、ちょっと面白く見るもんだしねみたいなこと言ってたんですけど、まあでもちょっとまあ今ねこうやって動画でせっかく見てくださってる方がいらっしゃったら、少しでも何かのきっかけになればいいなと思って今日もお話ししました。はい、じゃあ今日も長々と聞いてくださりありがとうございます。じゃあまた。